ようこそ。そうそう。では後に。じゃあ一通り案内するよ。ついでにお供を探そう。ここは物資補給所だ。必要なアイテムを揃えられる。欲しいものがあったらここに来たらいいですね。次は加工屋だ。行こう。こっちだ。調査団の派遣はお前たちで5回目なんだ。俺のじいちゃんは一騎団だ。一騎団はすげえ昔に来たらしい。俺か？俺は何騎団でもないよ。ここの生まれだからな。加工屋はここだ。武器や防具を作るところさ。覚えとけよ。加工屋、入ってみてもいいですか？熱気がすごいですね。こっちだ。ここが食事場さ。あそこに。よく頑張ったね。と、作戦会議の時間だな。行くか。はい。一同、揃っているな。海を渡るゾラマグダラウスをついに5騎団が新大陸に到着した。大きな戦力だ。この長きにわたる調査の決着が期待できる。ひとまず代表として彼らに出席してもらった。ご機団の者です。よろしくお願いします。ここにいるのは調査団の要の連中だ。よく覚えておいてくれ。よろしくね。本題に入ろう。今回渡りを我々調査団最大の、およそ10年に一度、道すがらの生態系遥か古来より、コリ奴らが一体何のために新大陸に渡り来るのか、今こそ解明しよう。やりましょう。ああ、や、今後しばらくだが、ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保を頼む。まずはジャグラスの生息域調査だな。状況によっては討伐も検討してくれ。
はい。他の皆々はいつも通りだ。ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。腕が鳴る。ご祈祷はこちらのやり方に。だとさ。期待しているよ。以上、解散。ああ。こっちだ。ん？二等マイハウスに行こう。武器を装備するんだ。
そのアイテムボックスに装備がある。好きな武器を。準備できたら食事場に。クエストを用意して待ってます。トレーニングエリアで武器の練習ができる。ルームサービスに話しかけてみな。俺たちが行うべき様々な調査内容は編纂者がまとめているんだ。まとめたものはクエストと呼ばれている。おーい、こっちだ。いいか、それがハンター、調和を目指せ。待ってました。うむうむ。さあ行きましょう、新大陸へ。ルールその1、クエストには今回はジャグラスを指定数討伐する。地図、ジャグラスとは調査拠点に向かう途中であったあの小型モンスターです。確かこの場所でしたね。行ってみませんか。ルールその2、支給品とは先輩のそばの箱に入っていますね。必要なものをよく考えて持っていきましょうか。ふむふむ。相棒、行くか。ああ、気をつけろよ。攻撃するときは武器を構えろよ。脳刀時と抜刀時ではできることが変わる。蜂蜜があるな。これがあれば回復薬グレートを調合できるぞ。何かを調べたりアイテムを使ったりするときは武器をしまうのが基本だ。こっちだ。目的のジャグラスです。さあお前一人の力でやってみろ。この先生き残れない。採取物やモンスターの位置は私が生態マップに書き込んでおきます。ジャグラスが逃げた。追うぞ。モンスターの素材を集めておけよ。加工屋で必要になるからな。
っちだ。おっと。モンスターからの攻撃に気をつけてください。うまく対処すれば体力を温存できます。価値は鋭い攻撃が得意な金殺人、免許がたまれば鬼人斬り。ご苦労。ああ。よし。相棒、二騎団の親方さんが呼んでました。加工屋に行ってみませんか？お疲れ様です。それではまた。よろしく。いいね。
動きだ。さあ決めるぜ。来ましたね、相棒。あ、クエストはクエストボードからも受注ができますよ。私がまとめているものと同じ内容なので安心して受注してください。はい、今回の目的はキストドンの指定数討伐です。行くか。いたぞ、あれがキストドンだ。今回も一人でやってる。気をつけろよ。よし、他の群れも探すぞ。気をつけろよ。ケストドンは小型のモンスターだ。森には大型モンスターも生息している。モンスター、環境生物、狩りに利用できるもの、周囲をよく見て覚えておけよ。こっちだ。
気をつけろよ。完了だな。来てくれ。ここに痕跡がある。ケストドンか。様子がおかしいな。行くぞ。わかりました。新たなターゲットを緊急設定。ドスジャグラスを狩猟してください。準備ができていなかったら一度拠点に帰ってドスジャグラスのクエストを受注できますよ。行くか。メニューで救難信号を発信すると仲間に助けを求められる。手強い相手は仲間と協力して挑めよ。痕跡を見つけたらできるだけ集めろよ。特徴を覚えたシルベムシが対象へ誘導してくれる。いいぞ。順調に見つけているな。よし、痕跡も十分集まったな。シルベムシがドスジャグラスまで案内してくれた。ターゲットカメラを使えばモンスターを見失わずに済むぞ。太刀は鋭い攻撃が得意な近接部。電気がたまれば陣地を繰り出せる。回避するんだ。まともに食らわないように注意しろよ。モンスターの動きが止まった。今がチャンスだ。
ください。始めたな。シルベムシを頼りに追いかけるぞ。強力な弾、スリンガー貫通弾だな。届かない弱点部位も強引に狙い撃ちだ。これはスリンガーの弾に使えそうだな。離れた場所に撃つことができるぞ。スリンガーで発生する音を利用すればモンスターの気を引くことができるぞ。痕跡は もしや、行ってみよう。やはり奴がいる。かなり気が立っているな。あの痕跡は何だ。あんなの今まで見たことがないぞ。まさかゾラマグダラオス。少し調べていきたいが、
ひとまずじいちゃんに報告だ。戻ろう。なるほど。ああ、行くか。キャンプ設立が進み次第、プケプケの狩猟を行うぞ。よろしく。じゃ、探索に行こう。門まで来てくれ。お疲れ様です。よろしく。なんや。待っとるで。門から直接外に出ると探索に行ける。全域マップから探索に出発することもできるぞ。今俺たちがいるのが調査拠点だ。この地図で探索したい場所を選んでくれ。今回の目的地は古代樹の森だな。お前がお前の力で道を切り開けば探索できる場所は増えていく。楽しみだな。キャンプ地を探しましょうか。俺は先に候補地に行っているか。迷ったら生態マップでシルベムシに俺を追わせろよ。クエストを受注せずに拠点の外に出る。それが探索だ。
時間や力尽きる回数も無制限。アイテムボックスでは所持しているアイテムの整理ができます。があったようですね。戻ったら調査資源管理所に報告しませんか？生態マップでは現在の位置やガイド先、モンスターなどを確認することができます。生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもできますよ。
落ちている。隙を見つけて砥石を使うんだ。曲に合わせてリズムよく焼くのがコツですよ。タイミングがずれたようですね。ここは経験を積むのみです。シルベムシのガイド先は生態マップから設定できますよ。こっちだ。こっちだ。
奴を放置すればキャンプ地が荒らされる。狩猟するしかないな。うむうむ。探索から拠点に戻るには生態マップの全域マップを開いて調査拠点を選ぶんだ。
がゼロになると近くのキャンプに戻ります。クエストの失敗条件なので注意してください。全域マップから調査拠点に帰るぞ。
すごいじゃない。またね。とっておきのがあるわよ。またよろしく。お疲れさん。よろしく。頑張ってるか？よくやった。気を締めてかかれ。五機団初の緊急任務ですね。相棒、私のところに集合を。頑張れよ。